私からは学校行事についてお話をさせていただきます。中学生が参加する大きな学校行事はこちらに書いてある体育祭、文化祭、合唱コンクールの3つになります。まず体育祭の方から説明させていただきます。本校の体育祭のポイントは生まれつきで春、夏、秋、冬の4つの組に分かれて中学1年生から高校3年生が同じチームになって戦うことです。本校では生徒の主体性を大事にしているため練習や運営などは各式の指揮長や応援団長を中心に計画し約400人を動かしていきます。6年間本校で育った中学入学者が数多く各指揮長や応援団長になっていることは我々教員としても非常に嬉しいことです。6年間同じチームで過ごす中で他学年との交流もたくさんあります。学年が上がるにつれて下級生の面倒を見る機会や責任も増えていくのでいろんな面で成長が見込める行事となっております。本校の文化祭である講和祭は毎年9月中旬に行われていて延べ4000人以上の方にお越しいただいております。中学生は基本的に研究したことや音楽の発表がメインとなっていますが中学2年生で国連 UNHCR 協会という世界中の難民の方を支援する団体の方とコラボレーションをして募金活動や実際に難民の方に届けられる食べ物に似たものを作って販売しています。昨年は募金と食べ物の売り上げを合わせた20万円以上のお金を寄付することができました。その他には高校生の模擬店もあるのでたこ焼きやアイスクリームなども食べることができますしゲストによる講演会や特技の頭文字を取った TKG というイベントビンゴ大会などさまざまな催しが校庭、体育館、講堂で開催されます。3つ目は2月に行われる合唱コンクールです。本校の体育館や板橋区文化会館、川口リリアなどの施設を使って実施しています。各クラスの集大成として年末くらいから一生懸命練習し最優秀賞を取れるようにどのクラスも一生懸命練習しています。クラスによっては練習計画を自分たちで立てることもあるので練習方針で衝突することもありますが最終的にはどのクラスも一丸となって発表しています。笑いあり涙ありの合唱コンクールは非常に見応えのある行事となっています。その他にも学校行事はたくさんあります。皆さんに本校で会えることを楽しみにしています。